さて、うわあ、大量のあれだな。大量木骨じゃねえか、こいつら。このカニみたいなの、シェルダーじゃねえか。ポケモン的なあれだよ。おお、これですね、この恐る、うぅ、山さじゃねえかな。大丈夫か。でも、でかくね？え、これ何？これ何部屋これ。あ、タガンが移動すんのか。おお、その下にけど。その下にと、これ何？最終的にこれ何が足りないの？このなんか、このわけな感じ。あ、玉座だ。これ玉座じゃん。誰の玉座？誰のための玉座なのかな。こうなんか、怪しくね、この下のなんかさ。あ、いけない。ちょっと待って、こう、おー、怪しくねえか。なんもない、なんもない。何もない。もうすごい優しさでさ、あの目つぶった顔がすごい優しい。優しい顔してるのどう考えてもなんか、ちょっとなんでこいつはこんな強いんだな。やたらなんかあれだよね。なんかその集団のなんていうの、集団による暴力だよな。なんかああやってなんかその、それなんていうの、ひどくないんだな、あのなんか。一人じゃ勝てねえからって、そうやってなんか集団でなんかやってくるみたいな。あれなんか本当はひでえと思う、ひでえやつだと思う。おい、やめろ、このベロベロ野郎ども。この野郎。なかなか地味に手強いな。これまたね、これすごい難しくねえか、これな。ああ、意外といけんな。え、さあ、そんじゃ、ちょっと待って。マップをちゃんと見ましょう。今どこにいるの？ああ。これじゃあ戻ればいいのこれ。戻ったことによってそうなんか、なんかそういったなんか、なんか怪しくねえか、これ。怪しくはなかった。ちょっとこのハエ軍団マジで見ましょう。地味に食らってんだよな。地味にダメージを食らっていい。おお、またこいつら復活してるの。すごい大量にいるよね。こっからなんか生まれてるって考えてなんか恐ろしいな、これなんか。勘弁してくれ。これ下からいけないのか、このなんか、こうなんか、ここを超えたことによって、全然当たんねえんだけど。あ、足らず。うーい、よし、消えた。これは大丈夫、よし。あれ大丈夫。あら、仕方だ。そりゃそうだ、その毎回毎回その近所のなんつうの、その近所のなんかわけなかったやつさ、クレーマーのなんか、あー、そこね。だよな。そういうことなんじゃないの、下から行けってことなんじゃねこれ。そういうのがもうこれ隠し通路なんか発見しながら行けって話やろ、これなんか。すごい大変なあれじゃないかなんか。おお、これどっちか。ああ、だめだめ、なんか。あ、そういうあれ。そういうあれじゃ、ちょっと、この、はい、はい。お前、リーガンでしょ。あ、復活する、復活する。あ、よかった、びっくりした。なんかもう二度と復活できると思った。あ、だったらあれじゃんじゃん。ちょっと、こいつをぶっ飛ばすことになって、これぶっ飛ばしはして。え、どんだけ出てくるの、君たちは。オーナーになるその、すげえ高等テクニックを要求されるな。え、そんなあれなの？恐ろしいテクニックを要求するの？そう、このハエと戦いながら。こうなんかハエとなんかさ、恐ろしいハエ軍団どうにかしてくれよ。おーい、どうにかしろ、このなんかあのハゲチャピンども、このなんかなんつうの、この、心があれだよね。心がないよね、こいつらね。うぅ、でもどうせよね、これ復活じゃないこれ、なんかあの、もうなんか俺のダメージが、そう、これだって、あれなんかあれなの、そのなんか、ミサイル回復したら最大量が上がる的なあれだよな。ちょ、これって意味あんのか、これ、そもそも。怖い。ちょっと待って。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください、これなんかもう。ちょっと待ってよ。リクレッション、ちょ、冷静だろ、冷静になりましょう。冷静になったことによって、冷静になった上で、諦めよう。お、どうにかしろか。てか、そもそも入れんのか。よし、わかった。あれ、ちょっと保留するわ。あれは俺、ちょっと保留しないよ。ちょ、これ、どうなってんの。もう、ちょっと戻れなくねえか。助けて。俺を助けてくれよっていう、そういうあれはない。俺、これ、ちょっと待って、ここから出るんじゃね。おー、びっくりした、びっくりした。一生出れないかと思った。一生永久的に、ちょっとこのなんか根源的なさ、あ、もしかしてあれ、あそっから来てる？ちょっとこれさ、わかった。ちょっとあいつをぶっ飛ばせば、あいつぶっ飛ばせば解決するんじゃん。あの根源的な。あの根源を全てなんか破壊すればなんかさ、何もかもが解決するんじゃん、これ。ここのさ、これだろ？で、これがもしあの右側のやつが復活して、ちょっと見てくれ。これもしいたら、ちょっと見せろ、この。見せやがれ、この。ケロケロやるの。どんだけいっぱいはびこってんだ、この。これやばいだろ、ここは。ちょっとやめて。やめて。
おー死にかけてる。俺は死にかけてる。ちょっとセーフポイントいかない。俺はもう絶望しか、絶望だらけだよね、これ。さあ戻ろう。戻って逃げるぞ。このほら無駄な時間と無駄な体力を。俺は今、なんつうの、俺は結構割と今、迅速な行動しなきゃいけない。ちょっと待って。下があれで、ちょ、一回まあセーブしてもいい気がするんだけどな。ちょっと下いけないのかな。これは？あー、ナイスナイスナイス。一回セーブしよう。ただこれセーブしたことによって、なんか俺はもうピン、常にもうピンチの状態から始まる的な、そういうなんかさ。だよね。俺はピンチの状態から始まる。始まらなければならないという、そういうなんか恐ろしい。恐ろしいあれをなんかあれしなきゃいけないって言われてるな。さあ来たがこの伝説の、これ回復か。やはりなんとなくそんな予感はしたんだな。えただこれ問題、これどうやっていけって話だよね。これちょっと待って。えああそれでいけるんだね。なるほど。なんかナチュラルにさ全て隠されてる。ナチュラルに何もかも隠されてるっていう、この世の中のなんていうの恐ろしさが凝縮されてるから、それがどうにかしない。意外とこういうなんかさ、例えばこういうとことかさ、なんかあるかもしんないんだけど、それなんかやりかねねえぞ。おお、でもカブトムシは優しいね。カブトムシ優しいな。あいつなんか、なんか毎回毎回あれだったら体力なの。このプランプランプランがなくなってるってことは、なんか多分あれだと思うんだよな。さあ、モアオーバーに来たぞ、このモア。おマザーブレンジョン。え、もう来たの。おぉ、マザーブレンジョン来たぞ。こいつが全てのなんかもう悪のあれかなんか。汚いベルベルバーしてやるわみたいな、そういうあれだよね。そういう視点でのノルフェアか。モアオーバー来たぞ、ついに。あ、そういうあれじゃない。モアオーバーが右と下があり、おお、じゃあまずじゃあ右でしょ。ちょっと待って、これどうなんの。じゃあこの、まあ、普通に行っていいんだな。じゃあ普通に行かせてもらおう。てセーブ完了。セーブ完了。さあどんどん行くぜ。もうやばそうだね。マグマ地帯来たぞ。悪魔のマグマ地帯。これ多分いけないでしょだと思うんだよね。これ多分普通のなんかどっかしらでそうなんぞ二重ジャンプ的な、多分そういうのがあると思うんだよね。二重ジャンプをちょっと手に入れるぜ。その伝説のちょっとジャンプをちょっと手に入れたことによってストーリーであれだね。土管がある。これマリオじゃん完全に。どう考えてもちょいちょいだろ。あちょうだい俺にそのくれあれを。なんか出てきそうだな。そういったのが匂いがするんだけど。おお炎の。なんかあんだろうな、多分隠し的な、なんつうの、ちょっとおまけ的なさ、ああいうのなんかさ、テクニック、なんつうの、テクニックでなんか、手に入りますよみたいな。おお、はいはいはい。あ、なんか下、あ、ここはこれでいいの。あ、これで OK か。よし。おい。あ、わわわわわ、ちょ、まだ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 。これ意外といけないの。やばい。今その取ったことによりは俺たちの青春の輝きってやつ。上と下どっちがいいのこれ。あーじゃあこれ戻ってこれなくねえか。あ戻ってこれんのかな。これがあれば無理だな。じゃあまずこれ上から行くのが無難ってことですね。あこれ戻るとこじゃねえこれ。あれ戻んの。まあちょとりあえず行ってみるわ。クレテリアない。それなんかエリアの名前みたいな。あなんかまたなんかわけのわかんないときちゃった。おお、何このなんか、サンクチュアリな、これ。何このなんか、時矢の森みたいなのがさ。うわ、すげえ特徴。これ水大丈夫なのか。水やばいんじゃないの。まあ、一回このなんか、これなんかすげえなんか出てきそうじゃないのか。恐ろしい怪物が。あ、そうやっていけると。我々はそうやってな、ちゃんとなんか、頑張っていけって話だよな。ほう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 。広いね。な、魚人遺跡。あ、魚人じゃねえよ。ほうほう、超人か。これね、ややこしいやつってな。まあ、でもこれはま、これで。あ、遺跡来たわ。おー、すげえ、なんかとんでもねえ。とんでもねえ世界に来ちまったぞ。メトロはなかなか面白い世界観だな。またこういうなんか。だからこれはま、基本なんかなんていうの、ちょっとしたテクニックを要するみたいな。で、それを超えていけば、なんか手に、なんかいきますよみたいな。これ何これ。え、何これ何これ。怖いんだけど、なんか恐ろしいな。解析不能。不適合。現在のスーツの不適合。あ、でも一応これ、あ、なんかパープすんじゃねえかな、もしかして。あ、スーツがパープみたいな。それありえそうじゃねえ。スーツがパープしたことによって、その、なんつうの、解析が完了しましたみたいな。俺とどうやっていけばいいのこれ。
あは、そういうことね、びっくりした。なんか別にぶっかせ、あ、普通にぶっかせんじゃん。おー、されちゃった。別になんかさ、まあでも無理に取る必要ないんだよね、これなんかな。まああれば便利だけどみたいな。これさ、ちょっと俺抜けらんでみる。あー、びっくりした、ここにあったか。そうだよ、ね、やっぱそれは抜けらんねえんだよな。あって考えると、しかもこれ上切れた。じゃあまあ一応ここ行ったら正解と思ったな。よし。で、これどうやって、あ、こうやって抜ければいいのか。で、ここで、上から、私は、攻めていくと、いうわけなんですね、これが。あ、なんかできそうじゃない、ストームイングリード。これイングリードだろ、絶対に。これ絶対イングリードでいくんだろ。なんかねえのか、なんかいろいろデモシーンにあったもんな、なんかいろいろなんか壁切りみたいな、なんか。おぉ、これ絶対こうなんかあんだろ。絶対なんかあんだろ。おぉ、超人類。これ超人類だ、これなんか。おぉ、来たんじゃねえか、これなんか。これ何これ。おぉ、やばい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 。おぉ、落ちた、落ちた。やべ、ファラオの。ファラオの呪いじゃん、これ。おぉ、絶対やばい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 。おぉ、ここか。なんだこれ、どうすればいいのこれ。あ、これぶっ壊せんの、当たりでいけ、みたいな。これで。おぉ。おぉ、やった。何か、これ、大パーツ。何これ、パワーグリップ。これなんだこれ。何これ、足長の角に捕まることができる。角に捕まれる。ああ、そういう質にあれね。スマブラのなんか、うわーみたいな、そういうあれがね。いいよ、あれじゃないですか。あ、ちょっと、これだったら。ああ、あれ、いけね。こういうこと？あ、これ関係ない。これ何？あ、なるほどね。まあ、それを駆使していいけど。なんか色変わったな。あれ、こんな色してなかったよね。腕っていうかな、なんつうの。そうだよね。うわ、やっちまった。やらかしだ。あれ、これ右から来たよね、これね。ちょっと待ってください。頼みます。お願いしますよ、ちょっと。それをすることによって我々は、ここですよ。よし、ここ来たことによって、さらなる飛躍を。なにここ。モアオーバーやべえな。モアオーバーいけねえか。これでまあ行動範囲広がったってことだな、これな。多分いろいろ。これなんか、ああ、でもダメか。だから先ほどのなんかさ。え、これどうすればいいの？あ、そういう技が、複合技。あ、これはそこいけんじゃん。なんか俺がずっとなんか手こずったなんかハエのとこがなんかさ。なんか怪しくねえか、ここ。まあいいや。おお、これなんか、何このマジカルアドベンチャーみたいな。これ大丈夫、落ちて。これ大丈夫なの？行くよ。行くよ。あれ？あ、戻ってきた。あ、戻ってきちゃった。おー。なに、クレテリア山脈はこういうあれなの？あそこ何？よし、頼むぞ。あ、これで最初からまたなんか行って、また探索ができるって言われるな。これ上のやつなんだ。で、これで戻ってきたってことだな。左側行ってもよくねえか、ちょっと。せっかくだから。ちょっと怪しいよね。まあ、せっかく来たんだから、まあ、記念っつうかなんかなんつうか。あ、いけねえ。いけねえか。あ、いけねえんじゃねえか、これ。やっちまったか。やっちまったな、じゃあ、いっか。まあ、多分また来るでしょ。また来ると言いつつ、なんか、一応なんか言っといた方がいい気もするんだけどな。まあ、でも多分おそらくなんか必要なものはもう手に、多分こういうことだね。だこれが手に入ったから一応なんかもうこれはここで OK って多分正規ルート言ってると思うんだよね、おそらく。まあ言ってると思うから、とりあえずこれはこれで。行かしてもらおうか。このカメックスあれだね。カメックスがずっと出てくるんだ、こいつな。永久的になんかなんつうの出てきてなかった。ベロベロバしてくるからさ。ここはもう突破で、強固突破でいる。なんかずるなんか動きがなんかね。ああ、なかなか大変な動きしてんだ。これもなんか二段ジャンプみたいなのできるなってなんかあるんじゃない。別になんか必要なくなってくるんじゃないかな。パワーグリップのあれは。やめて、やめて。いや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 、ちょっとそらまず。いや、戻って。まずまずまず。すげえ食らっちまった。ここは行く。これで行く。これで行き、さらに。おー、はいはい。これはこれでいいのか。あれ、あっちはなんだっけ、なんかあったっけ。ミサイル、もう20発も出んぞ。もうこれさっきのなんかあんぞ。あのトカゲ野郎ができたらなんかもう一瞬で倒せんじゃねえよ。うわー、いいね、この走りながらなんつうの。デモシーンなんかすげえ強化、超強化バンダッシュみたいなのがあって、あれもすげえ早かったみたいなのが。よし。もういい感じじゃないですか。さあ、ここでいいのか。
この伝説の妖精、何もかも面白い。よし、それでいいんだ、それでいいのだ。で、これで改めて我々はいけるんじゃないかっていう、そういう疑惑がある。疑惑の判定ですね、これは。戻って、全て戻るんだ。おお、来たんじゃないか、これ来たんじゃないですか。で、これで多分普通にいけるでしょ、これ。うぃー、そういうことなんですよ。最大いくつまでいけるんだろうな。50ぐらいあるのかな。50以上ありそうじゃないかな。こうなんか結構割と手に入ってるよね。割となんか手に入ってるから、なんかもっといける感じがするな。あれ、ここにいんだっけ。多分疑惑のあれだな。疑惑のお宝は多分ここで。あ、で、これでどうすんだっけ。あーはーはー、なんか下行けそうじゃね。まあ一回セーブするさ。一回セーブすればってさ、あれだな。俺は判断できるの、その俺の、なんていうの、俺のその人生の、人生の選択は何が間違っていて、何が合ってるのかみたいな。あ、よし、来た。さあ、これで、ついに、伝説あれが来たぞ。お、なんか恐ろしいやつがいる。なんかやる。火山お化けがいる。おー、ちょっと待てよ。何この、なんか何、下になんか出てきてんじゃねえかな。卵的な。ね、ただの火山灰。絶対ボス君だろ、ボス君だろ。絶対ボスね。おー、なんかいるね。これは、無理だな。なんかやってる、なんかやってる。なんか遊んでんだよ、完全に。見て、このなんかさ、強烈な、なんていうの。強烈な勢いで、なんか、なんていうの、人生王冠みたいな感じだったっけ。まあ、それはそれでいいと思うんだよね。これなんか、ありそうじゃないか。上はなんか怪しいな、なんかな。これな、絶対なんかあるんだろう。あ、このなんだ、あの上になんかあんのか、その、我々が行かなきゃいけないとこみたいな。何このなんか、クリスタルマンじゃん。クリスタルマンじゃねえや、なんだっけ、ジェレミーマンだっけ、なんかそのなんかさ、そのなんかエリアみたいな、そんな感じだよ。てってれってん。いや、これきつくねえか。おー、そういったのに、強烈な動きを。これいけんのかな、そこな。このなんか、ガシャガシャガシャになった状態だね。これあれだね。今すげえ結構あれだ、緊張すんな。あー、これ失敗した、あれか。危なかったパターンか、もしかして。おい、どこ行くの、おい、どこに行くの。あなたそこに連れてった記憶ないですよ。よし、だ、なにこれ、アイスベイビー来た。これ足場できんじゃね、凍らせることができる。乗るごい。おお、しかも普通にあれじゃん。これ一回しか使えないってのがあれだね。でも多分基本なんかまあ使うことないと思うんだけどな。あれなんか緑色じゃね。え、なにこれ、開けらんねえんだけど。ってことはさらなる恐ろしい。あ、これでついにカメックス来ましたか、これで。うい、さあ行くぞ、このベロベロ地域に。俺たちは、俺どこにいんの。あ、これ行ったらでガンモデルもらえるのか。一回行ってみるか。セーブルーム、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、マジ最高だな、今なんか。今ちょっと俺が今、なんつうの、もうこれあの、時間限定の、なんつうの、なんか今俺がいる実況環境がなんかもう、最強すぎて、なんかもう最高なんだよ、マジで。あー、やめて、マジやめてくれ。ちょ、これは有効か、マジこれ有効かとしてないか。おーい、カニやろう。カニはどこまでも俺を追っかけてくるんだな。お前、俺がどこにいようが。何よ、これ、ただ遊んでるだけじゃん、ほんとに。なんかもう、基本無害だよ。ただ遊んでるだけだから、この人は。お、なんかあるぞ、あそこに。あれ、単純あれか？まあいいや。これなんか道を開けてくれる。あ、そこがあれなんだ。モアオーバーのあれだね。で、また上に行くの？おー、全部なんかまたあれだな。カレイド。でも遠くね。あ、なんか変なやつがいる。なんか変なやつがいるぞ。あれ、ボスじゃねえか、なんかあれ。あれ、ボスだろ、どう考えても。武器体力ともに全額完了。ありがとうよ。どういたしまして。よかったよ、優しいやつのおかげで。おい、これ、いけねえじゃねえ、これ。こうやって、一個だけできるってことなんですよね。そうやって有効活用していくんですよ。この世の神秘ですね、それが。これ、あ、そっから行くのか。もうこれでいけんだろ。すごい。
まあ、多分いけるはず、いけるはず、いけるはず。乗るな、掴めねえのか。待て。よし。さらに。こうすることにより、いけるというわけですね。ぶっ壊せ、ぶっ壊せ、ぶっ壊せ。こいつ倒せるの、カメックスはやっぱあれなんだな。倒せねえんだな、そうやってな。乾燥簡単に倒しませんよね。おー、すげえすげえすげえ、どんどんぶっ壊れてる。あ、繋がってんのか、今どこ。これがこうあって。あそこあるね、ファルコン。ん？ファルコンバードの部屋、そっか。あれ、これ、行ってない？もしかして。え、体力減ってない？やばくねえ、なんか。なんか、いろいろやばくねえ。やばい、なんか、とんでもなくなった。とんでもなくなった。やばい、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 早くどうにかしないと。死んだ。死におったが。ミサイルだけの可能性があるんだ。あれか、ミサイルだけのちょっと可能性があるから、ちょっと今、一回ちょっと冷静になって行ってみて。倒せ。まあ、冷静になりましょう。あ、これで回復しなきゃいいんだ。よし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 。で、ちまちま行って、ちまちま。さあ、保有できるあれがアップした。さらにここから俺買いに行けるのか。さらにこ、まあ、あれなんじゃない。別になんか無理して、無理して取る必要ないんじゃないかな、あれ。あれか、76があれか。左上の。そういうこと？あ、戻るか。ちょっとずいぶん遠くなったから、今度逆になんかあれだな、ややこしくなったな。じゃあどっから行けばいいのかっていうのがその恐ろしいなんですね。なんかああいうさ、これもしかしてなんか下行けんじゃねえか、俺なんか。違う？なんかあるなんかあるなんかある。でもなんか怪しいなと思ったんだけど、なんかあるんだな、やっぱな。何かしらあるが。だからこういうなんかなん、おー、はいはいはい。これもしかしてあれじゃね？おー。カニを俺と遊べ。やっぱカニは俺と遊ぶんだ。そういう宿命だ。おい、しょうがねえな。よし行くぞカニ。わかりました。おいカニ、引っかかるんじゃねえ。ちょっとこう、俺がすげえってことでる。よし、ここで。なんでちょうどこのピンポイントになんかあるの。カニを来い。よし、お前のおかげで俺はこのサンクチュアリを、うえい。30発も打てればもう十分でしょ。なんかあれなのかな、まだあんのかな、そういうなんかなんていうの。それでも足りませんみたいな。あ、もしかあるかもしれない。そういった恐ろしい展開が来るかもしれない。これ倒せんじゃないこれ。倒せなかったか。まあ倒せるかもしれない。もうなんか、それよりもなんかあれだな。ちょっと体力をちょっと邪魔よ。まあ、ダメージ食らってんのか。ダメージ食らってないんであればそれはあれだな。それは素晴らしいあれですね、それは。ルルルルルルよし、セーブができるな。これで我々はセーブをすることができてるのがあれだよ。よし、おとなしくセーブをしましょう。てってってって。そういうことなんですよね。で、まあこのまま上に行けばいいんだろう、多分。そういうこと？あ、しかもこれ行けんじゃん。いけるじゃないですか、伝説の。一回戻って、それでまたやって。右左って感じでやってか、じゃあ。あ、これでもいい。おい。あ、これであれだよな。いけると思ったよな。あれ、こい。あれ、こっから来たよね、ここね。もともとね。ブリンスター。あれ？だよな。で、俺たちはあっちに行って、あっちに行かなきゃいけないと。これなんか行けんのかな。じゃあ今、行ってみるか。試しに。おー、懐かしいの。懐かしの曲ですね、これは。てってってってて。こういうとこだよね。こういうなんか、なんつうの、怪しいところなんつうの、ちゃんとなんかさ、真心を込めてさ、真心を込めたなんつうの、やり方でなんつうのかな、ちゃんと、落とし入れてやんないってのがあれなんだよ。怒られるからね、これ。こうやって行けんだよな。この方向的にそうだよな。多分その、あれをやったことによって、でなんかさっきのなんかあのわけな感じなんていうの、モアオーバーをやったことによってなんかあれでしょ、いけるようになったらどうでしょう。てかアイスウィームのこれなくなったらどうなんだよ。おしまいじゃなかったよ。おしまいっていうかその足場的なのなんだよ。それでもなんかあんのかな、足場にしつつみたいな、なんか石化光線的ななんか出てくるな。それ石化光線もなんかアイスも別になんか一緒な気がするけどな。ソーラーが一緒な気がするんだから、ちょっと待って、私はそこにいるとは。でも普通に考えたら、まあこの左に行くのがあれだよな。その左に行くのがなんかまあ、
なんか正規ルートとかな、そういう感じですけど、なんかまあそこをあえて、まあ、今まで行ってないってこともちょっと、考えておいていくみたいな。そういったことなんじゃないでしょうか。ちょっと待って。これこっちから行けないのか。うわ、来た。あ、でもあいつら。あ、そうか。ここあれか。あの、ハエ軍団か。ハエ軍団だったらもうあれだな。俺とか行ってないか、こう。でもこれいろいろ行けるようになったんじゃない。おい。あ、これなんか行ってないあれになってるよね。どういうこと？ああ、なんか俺死んだのか？なんか行けなくて、あ、なんか行けなくてあれかなんか。なんかあったかもな。ちょっと待って、一回ちょっと上は？あ、なんか怪しいね、怪しいね。ちょっと上も行くぞ、ちょっと。おー、これは完全なる、完全なる怪しい。ちょっと待って。完全な、ならばし。ちょっと待って、お前はちょっと、ま、ちょっとここら辺にいてくれ。よしよしよし。ほっ。行きましたね。おー、これはこれは、これは。やった。やばいな。尋常じゃないぞ、ちょっと待って。まあ、とりあえず行き止まりって感じか。そうか、わがままだ。サムスは意外とわがままだった。あ、見て。あ、でもこれであれだな。あ、これいけんじゃねえか、これなんか、なんていうの。これでよ、謎の今までなんていうの、解明。今までの謎の解明されるぞ。このなんか赤となんかなんていうの。これ、ぶら下がりそうじゃないの。あ、いけるね。これいけんじゃねえの、これ。あれいけねえ。あ、でもこれあれじゃないの？あいつら足場にすればいけんじゃないか。そういうことやな。多分そういうことだと思う。違うか。いや、そんなに遠く、あの、近くにいたかな。足場にできる距離にいたか。そこがあれだな。いやー、無理だ。無理ってそう言われたら。これは無理なんだ。まあ、どちらにしろ無理ってことだったか。しょうがねえな。トゥトゥトゥ。あれ、どこだっけ？あの、なんか、なんつうの、俺がさ。この会話だったっけ、どっかあったような変な、なんかあの、あーそこ、なんかもうあそこ行きたくないんだけどな、正直な。あー、でもこうなんかぐるっと回っていくことによって、なんかあれじゃん、またそういうのが何かしらあるかもしれない。はあはあはあ。あ、でも一旦行くか、とりあえず。行くべきだと思う？このいろいろ強化された、これだよ、あっても。しかも何もくれねえからな。何をくれるというわけでもなく。あー、でもあれか、そうなんていうの。いやー、ちょっと待てよ。これでしょ？こうでしょ？これでこうで、ああで、ツアリズムで、グアテマラで、もうわけわかんねえ。もはやわけわかんねえ。まあ、行くしかねえよ、とりあえずな。よし、来たぞ。さあ、噂の。で、こうぶっ壊して、でぶっ壊せばこうぶら下がることできる。こんな。またこの悪夢が始まる。悪夢が始まるが、これはぶら下がればいけるはず。ちょっと待って。よし、ぶら下がれ。いよい、謎が解明されたな、これ。あ、これ利権人かもしれない。いけるかもしれない。ダメか、ダメか、ダメだとか。いや、もしかしたら隠し通路があるんじゃねえかと思ったけど、隠し通路的な、なんつうの、そういうなんか恐ろしいなんかなんつうの流れると思ったら、そうやるな。ちょっとやめてよ。俺が死んでしまう。これマジ、このハエ。ハエどうにかしろ、ハエ。どうにかしろ。この危険な香りのする生物を。うえー。ぶら下がれ。そして俺たちは逃げると。で、右があり、その握ってみっかじゃ。まあ、これ大丈夫かな。これで右か。おお、すげえ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 。おっと。これあれじゃねえか、これミサイルでどかせんじゃん。あ、やった、普通にいけんじゃん。これほど便利なやり方があったとはな。おっとぜ、これであれを生産することはなくなる。一生出てくんじゃねえか、お前。お前ら一生その中、その中でのたうち回ってながら、ハエのごとくなんかもうのたうち回ってながら、もうわけなかんないことやってる。ずっとなんかさ、永久的になんかわけなかんないことやってる。もらわないと俺が発狂すから。もう何もう何言ってかさっくらかん。まあ、そこは気にしないで。そこはちょっと気にしないで。さあ、あと10分。俺は10分程度しかできない。果たしてこの、ここは俺が言ってるとか、合ってるのだろうっていう、そんな感じ。そういったちょっと不安と一緒に俺はなんかなんか歩んでいかなきゃいけない。まあ、人生そういうもんだ。不安と共に歩んでいくからこそなんかなんていうか、まあ、そこで得られるものがあるんじゃないかっていう、そういったことがちょっともしかしたら、うぃ。
あ、これ来たんじゃねえか、これ。こういうことでしょ、これ。来たんじゃないですか、これ。カミックス無理じゃねえか、これ。え、これどうやっていくの？これ失敗したかな？これ失敗じゃねえか、ちょっと待って。こっちは例えば、じゃあこれやるじゃん。いや、無理でしょ。あ！今なんか、あれ今なんか、来ましたよ。ついに来ましたね。え、これできんの元から。うい、いや、それなかなかあれだね。コート、ちょっと もうちょいあれだな。もうちょいこっち、もうちょいこっち。よし、ういうい、え、これ結構難しくね。これやった上でこうやって、こうで、こうで、おい、え、これどうすればいいのこれ。これはこれで難しくねえか。完全にこの回った状態で、完全回った状態じゃないのかな。あー、はいはい、これ、飛距離どんぐらいだ。ちょっと待って、いや、意外とそんないかないな。意外とそんないかないから、いや、ここ結構難しい。どう、いけないんだけど、壁に当たってないのかな。その可能性がある。で、こうやろうとなって、こうやろうとなって、さらになんでいけねんだこれ。さっきいけたのに。でも行ったところでなんだよな。これなんかコツあんのか、なんか、なんか行けるときといけないときあるな。何かしらあるの。だこれ全部飛距離が半端ねえな。おい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 。ただ問題点は、これをこの後どうするかって話だよ。何このなんかなんていうの、いや、これきつくね。こうやった、行ったとしてもですよ。無理だな。まあ、無理なんじゃねえかっていうのが、俺はちょっと今結論に達したんだけど。いや、多分無理だな、あれね。もうそもそもあれ、多分あれ正規のやり方じゃないだろ、多分。だと思うんだな。どうなんでしょうか。俺は完全にこれは失敗してしまった、あれなんだけど。でも、あれもしかしたら、まあ、なんつうの、今後いける。この上回しの、おお、ちょっとちょっと、なんか上にとらわれて、とらわれのあれだな、とらわれのモッコスになっちゃった。何そのあれは言ってんの。あれは、いや、今家ぶっ壊れたので、気のせいか。俺の気のせいかもしれない。てるてる、るるる。一回戻るか、じゃあ。一回戻って、あそこだな。で、行って、そうすれば、我々はもしかしたらまた、なんか違うあれが。違う人生があるかもしれない。このハエのなんかさ、なんてハエになんか縁がありすぎるっていうか、この俺のメトロイド人生が。やめんか、お前。それをな、そういった行いをすることによって、俺たちはもう、なんか悲しみがどんどん増えてくる。悲しみをこれ以上増やすんだよ。ただでさ、この、なんか、このなんか世界に悲しみがはびこってんだよ。これ以上余計なことすんじゃねえかって。増やすんじゃねえ。見てあんの、どこまでも来るかな。え、じゃあこれ左行くしかないもん。よし、その謎のあれだ、謎のあれで行けってことだ。あれ、ちょっと待てよ。はあはあはあ、一回じゃあれだな、ちょっと待て。こうなって、あそこが怪しくて、あそこ行って、もう行くしかねえよな。何かしらんでしょ、まあ、行けば何かあんの。もう覚えてねえよ、何があったかみたいな。なんかあそこ怪しくね、あの壁怪しいよな。怪しさ極まりない。こういうことなんですよね。こういうことなんですよ。ちょっと戻ってくれ。これなんかあんのか、なんかあんのか。ぶっ壊せ、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 ぶっ壊すことによって、ぶっ壊すことによって、さらにさらにさらなる飛翔。おお、伝説のあれだぞ、これ来ただろ絶対に。なんかとんでもね、化け物が。おお、すばらしい。うい、45あったぞ。こんだけ打てればあれでしょ。とんでもないあれだろ。お、なんかあるぞ。お、これなんだ。いけない。いけない。ちょっと、もしかしてあれさ、チャージショットいけたんじゃねえか、実は。そういうこと？それはない。実はそういったなんつうの展開があったんじゃねえかっていう、そういう疑惑があるんだけどさ。俺の中でそういう疑惑があったんだか、もしかして気のせいか。ちょ、それだけやってみろ。ちょっと、じゃあそれが気になるから。この野郎、またこれか。
またこの会話コーディガン、どんだけ復活してんだ。マザーブレーンが生産してたの、敵の軍団は。誰が生産してんの。もうなんか全然なんかあらんけど、てかむしろさっきよく言ったらしたな。俺さっきよどうやったの、言った拒否られてるぞ。よし、行った。とてつもないけど拒否られてた。なんかもう告白しようとしたら、なんつうの、そのもうその前からなんかもう近づくんじゃねえみたいな。とんでもないあれだ。こったのどう、どうだ。ちょっと待って、冷静になって冷静になって冷静になって。ダメだ、多分これダメってこと。ダメダメだ。だがしかしこれでよし、ふい、いいんじゃないかい。これにしようかな、ちょっと。まあ、キリがいいような気もするから、これにしようか、ちょっと。では、さらばだ。